どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、早く綺麗に乾かす方法をやってみました。で、今からちょっと乾燥の季節、冬になってくるので、やっぱ早く乾かさないと結構パサつきだったりとかダメージの原因にかなりなる季節になってきてて、でもやっぱその乾かし方時間かかるから、まあなんかその結構めんどくさいっていう方って結構多いかなと思うんですけど、今回は本当にその要点だけやればしっかりと早く乾きます。プラス髪の毛もツヤっぽく綺麗にまとまる方法になってますので、いつもドライヤー、まあ、するのめんどくさいと思うんですけど、結構それで変わると思いますので、髪の質感とかぜひ皆さん参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まずはしっかりとタオルドライをしていきます。ここで水分が結構滴り落ちてるとかなり乾きが遅くなるので、しっかりと水気は取っておいてください。モロッカンオイルを使っていきます。次にトリートメントを中間から毛先にしっかりとつけていきます。この時に根元につけてしまうと根元がベタついて乾きが遅くなるので注意してください。ドライヤーを使っていきます。次に前髪部分から乾かします。初めに前髪から乾かさないと変な跡がついちゃうので、最初に乾かすことをお勧めします。次に内側の根元付近を乾かしていきます。はじめに毛先を乾かしちゃうとかなり乾燥したりダメージが結構進行したりするので、絶対に最初は根元から乾かすようにしてください。内側が乾いたら次は表面の部分をしっかりと乾かしていきます。なるべく上の方から風を当てるようにしてあげると綺麗に乾いてくれます。ブラシを使っていきます。次にブラシで溶かしながら乾かしていきます。最後に冷風で乾かしていきます。こんな感じで仕上がりました。で、やっぱり乾かすのが結構適当にやってる方、本当にちょっと濡れた状態で寝ちゃってる方、結構頭皮菌が湧いたりとかして、で結構抜け毛が多い方もやっぱりしっかりと乾いてないっていう方が結構多いかなと思うので、なるべくやっぱ根元にしっかりとドライヤーの風を当てて根元をしっかり乾かしてあげます。で、そうすることによって頭皮が結構、まあ濡れてる状態って結構頭皮冷えるので血行が悪くなってしまうんですね。そうなると抜け毛の原因だったりとかいろんな頭皮のトラブルが出てきます。なので根元しっかりと乾かして、でその根元しっかり乾かしてたらもうその余熱で毛先ってある程度乾いてると思うので、で最後にまあ仕上げでバーッと乾かすだけでかなり早く乾いてくれて、なおかつダメージもちょっと少なくできるかなと思いますので、ぜひこの方法で皆さんやってみてください。この動画良かったら高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、さようなら。